皆さんこんにちは。気ままにエイティックの時間です。この番組は専門学校 ESP エンターテインメント大阪に通う俳優の卵タレントアクターコスのメンバーが自由気ままに最近の流行やさまざまなことを皆さんにいろいろお伝えしていく番組です。はい、すいません、最後の日直どんぐりはるかと当番の秋山そらと、はい、岸真ひろです。よろしくお願いします。はい、とうとう最後の回ですが、はい、前回に引き続きね、総集編パート2、ということで、まあ、CM 明けに、第6回と7回を皆さんに見ていただきたいと思います。はい、ね、すいませんね、しょっぱなにちょっといいねしくじっちゃって、やっちゃっていこうよ。おやべこいつ、おい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 助けてるぞ俺。おい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 、すいませんこんなんで。いや俺最後なんでちょっとはっちゃけていきたいと思います。いっちゃういっちゃう、ね、いっちゃう。じゃあもう早速 CM もいっちゃおう。はい、 CM でいやいや、シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。本日のゲスト、ジ・エコーズの皆さんです。お願いします。お願いします。ボーカル担当してます、堀志吾です。お願いします。お願いします。志吾さん、キーボードコーラス&ボーカルもやってます、ケンです。お願いします。お願いします。ギターコーラスまたはボーカルもします、内越です。お願いします。お願いします。みんなね、二人とも名前で一人だけ名字っていうね、そうだね。俺名字言っちゃったか今。めっちゃ気づいてなかった。大丈夫です、しゅうごさん。しゅうごさんです。しゅうごさんです。はい、しゅうごさんです。もう無理よ。もう無理よ。もう無理よ。帰ってこられる。名字が目立つよ。全然大丈夫です、大丈夫です。はい、でね、今回はスタジオで生演奏していただけるということなんですけど、今回披露していただく曲はどういった曲ですか？やっぱ結構いろんなことが縛られてる中で結構辛い時期だと思うんですけど、無駄にはしたくないんで。それではジ・エコーズで生きていくための雨宿り、どうぞ。どうしての先をまだ知らないままで、昨日よりも強く生きていくと決めたんだ。自分のあり方に正解なんてない、血で血を洗うしかないほどの突然が来ても、希望満ちた最後で僕をくくりたい。ありがとうございました。ありがとうございました。血で血を洗う、ああいう歌詞とか、その周吾さん独特の感性みたいなのがちょっとすごく見えて、なんか良かったなって思いました。すごく素敵でした。ありがとうございます。素晴らしい。さすがやな、しゅうご。そっからもずっと3人でメインも正式、もうほぼ確定ですね。ほぼほぼというかもう正式に確定ですね。ちゃんとアーシャも取ったから。しゅうごさんの中ではほぼやった。え、もしかしてまだこれだけやった、こいつが言ってると思ってんの。悲しいな。いやいや、もう悲しいな。これでいこう。3人これでいきます。今正式から今正式からね。おめでとうございます。3人で GA コーズさんということで、おめでとうございます。ここからです。後で覚えとけよお前。晩飯行くって言い出して、はい、え、何くん何でもいい、お前が言い出したんやろって。もう喧嘩ですよ。もう喧嘩ですよ。いや、俺は何が食べたいかっていうのを尊重して。じゃだから俺は始まった。改めて自己紹介と、はい、今回はタコ紹介っていうものをね、タコ紹介、そう、じゃあ自己紹介します。はい、秋山空です。はい、20歳です。好
好きな食べ物はささみチーズフライ、はい、嫌いな食べ物はありません、好きなものは散歩です、よろしくお願いします。はい、タコ紹介に移ります。だ僕のことをお二人が紹介するという、うん、うんうん、どうぞ。あ、私お願いします。はい、お願いします。意外と頼りになるなみたいな、ちょいちょいさあみたいなとこあるやん、うんうんうん、こう心配になるところあるよ、ね、うん、あー秋山みたいな、わかるわかるわかる、秋山私らが困ってる時とかは、うん、なんかさらっと助けてくれるところはあるなって思う。いつも頼りない感じやけども、うんうん、でもいざとなれば頼りがいがあるお兄、うん、あの長男なんてお兄ちゃんかなって思いますよ、うん、どんぐりさんお願いいたします。はい、うん、どんぐりはるかです。好きな食べ物はお寿司、好きなアーティストさんは BTS さんと平手友梨奈さんと SnowMan さん、嫌いな食べ物はタコ紹介に移りたいと思います。お願いします、はい、メリハリしっかりしてる人やなって思う、うん、まあ、私がめっちゃちょっかいかけに行くやんか、そういう時とかほんまに普通に対応なんかもう同じ感じで対応してくれるし、うん、しっかりせなあかん時に一番ちゃんとしっかりしてるのはどんちゃんやなって思う。なんか慌てる感じはあまり見ない。あー、ほんと、うん、冷静だなって。好きなものに対しての熱量が多分人一倍あるっていうか、うん、それはそう、それはそうやと思う。そう、ほんまにあるよね、好きなものはとことん好きやです。なんかすごい周りを見てる。そうね、喋り方どうした、何が、何がよ、なんか気になる、気にならんといて、気になるな、気にならないで、ごめんごめん、こんなもんでよろしいでしょうか。よかろう。こんなもんでよかろうよ。岸真宏です。まあ、好きな食べ物はチョコレートとか、うん、こうケーキとかそういうのが好きなので、太りがちなんで気をつけないとなと思いながら日々生活してます。で、嫌いな食べ物は言ってしまったらこう生産者の人がかわいそうなので言わないです。好きなことはアニメを見ることで、ではここからはタコ紹介に移らせていただきたいと思います。突拍子もないことをやるよね。なんかわかる、なんか急にボケたりとか、うん、そう、急に来る。サプライズこれ、ね、これとかもうで、なんかこっちになんか処理してよみたいなんで、そうでもね、こういうのをやってくれるからね、場がね、和らぐんですよね。あなたはチャレンジャーですよ。愛されてるなって、愛されキャラ、うん、この2人愛されキャラだと思う。いや、あなたもよ。今回はどうだったかな。あ、真宏くんどうだったかな。そうですね、秋山先生、うん、今回は、はい、乗っかる、乗っかる、普通に行こう。乗るからな、何やっても絶対乗るからな。あー、おもろいね。面白かった。こんなんやってたね。やってた、やってた。懐かしいな。うん、まあでもね、6回目がゲストの、そうそうそう、2回目のゲスト会で、ジェイコーズさん来てくれたけど、うん、空がね、何をすごいなんか人見知りっていうか、なんかそうやった、うん、あでもなんかね、うん、その人数が増えたから、うんうん、おおってなってたね、多分それ興奮の方じゃん。心の中が、逆ちゃん、こうじゃなくて、ちょっとすんごいちょっとごめん、まあす、まあ、そういうことや。それ、あ、どういうことや。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうことね、オッケー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 。でもどうやった、今だけど、ゲスト来て、あん時、あー、うん、やっぱりね、うん、その、まあ、前回の放送でも言ったけど、うん、自分らいつも3人の中に、うん、そのまた新しく別の人たちが、そうやな、そのあの時2週、ね、2回ともゲストやって、うん、続けてゲスト会、ゲスト会やって、うん、その時もうあの2回と もう全然雰囲気いつもと違うし、その、うん、来てくださるゲストの人 もう毎回違ったから、うん、なんやろ、どうしたもんかと思ってた。ちょっとだけ。全員緊張してたよ。全員緊張してた。普段3人だから。そうそうそう。やっぱりそれもあるよな。うん、ある。でも、頑張ってたよな、みんな。頑張ってた、頑張ってた。頑張ってた。いい感じに、うん、なんとかなってたんじゃないでしょうか。いやでもゲストの方がやっぱ先週も言ったけど、先週じゃないね、うん、前回放送の時も言ったけど、うん、やっぱり、うんうん、気さくで、みんな仲いいし、ほんまにこっちに気さくに接してくださるからやりやすかったよね、うん、その緊張してたとはいえね、うん、本当にね、うん、いい経験ですね。間違いない。でもなんかタコ紹介の方もなんか、うん、なんかなあっていう、なあ、なあ、なあ、なんかみんな落ち着き始めて、なんかいい感じやったな、なあ、せやなあ、なあ、なんか楽しかったな、何も伝わらんて、そう、間違いない。でもなんか緊張はした、タコ紹介は。あ、確かに、そう、褒め慣れてないから、うん、そう。
今もなんか起こったね、今このままね。いやでもなんかさ、うん、そのどんちゃんとかがさ、うん、こっちがさ褒めてるときさ、もうずっとさみたいな感じで、すぐ髪触ってたここ。そういうこと。どうした？今もや。手押さえたかな。どうした？まあ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 。うん、でもね、褒めるのは難しいけど、うん、褒められると気分はいいもんですね。うん、よかろう言ってたもん。よかろう言ってたもん。よかろうやったの。よかろうかったよ。よかろうかった。まあ次は第8位と9回目、はいはいはいね、また引き続き見ていただきたいと思いますよ。はい、ね、またゲストも来ていただきましたし、はいはいはい、成長したんじゃないですか、第3回目なんで。そうですね。まあ、見ていただきましょう。どうぞ。秋山くんお願いします。お願いします。散歩の魅力について語っていきたいと思います。はい。ムーがちっちゃいのはわざと忘れてたくせにこいつ漢字は調べて書きましょう。はい。散歩は結構30分ぐらいかな、お目安にやっていただくといいかなと言われてます。なるほどなるほど。ダイエット効果あります。あ、私にダイエットをしろと。うん。あ、うん。そうしてもいいよって。これ皆さんも言ってますから。太ってる。できるよって。まひろもね。最近気にしてんねんけどな、太ってるって。散歩するとね、セロトニンという幸福、うん、幸せホルモン。そう、幸せホルモンが出るので、うん、いいよ。またこの後僕はどうなるんでしょうかということで。はい、以上散歩の魅力でした。ありがとうございました。ありがとう。では、どんぐりはるかさんのプレゼントです。プレゼント。プレゼントくれるの。プレゼント。推しについて、最近ハマっている BTS さんについてご紹介したいと思います。韓国の7人組男性グループでございます。はい、1人ずつ名前を一旦言っていきましょう。はい、左から RM さん、はい、J-HOPE さん、はい、SUGA さん、はい、V さん、はい、JIN さん、はい、JUNGKOOK さん、うん、ジミーさんの7人となっております。はい、この7人はラップラインというものとボーカルラインに分かれてまして、はい、うん、ラップする人とボーカルする人みたいな。まあまあ、ダイナマイトとかバターとか有名な曲ではございますけども、うんうん、私が個人的にね、うん、好きな曲をちょっとご紹介したいと思います。はい、それがこの2曲でございますね。はい、皆さんぜひ調べてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ダンちゃんのプレゼンでした。2人ともプレゼンをしてもらったわけなんですが、はい、どうでしたか。まあ、良かったんじゃないかな。お満足。伝わった魅力。うん、あのちょっと自分のプレゼンに必死で忘れちゃったけどごめんね。紅茶。はい、紅茶について今日はお話ししていこうかなと思います。はい、紅茶の原種の椿科の常緑種、中国からチベット、うん、ミャンマーの山岳地帯に自生していました。それが大元で、そもそもその中国でお茶は不老長寿の霊薬として高貴な人々が飲んでいたんだ。ウーロン茶系の中国の茶葉を買い手の好みに合わせて発酵させたものが紅茶になったって言われてます。食事中、食後の血糖値上昇を抑制、死亡率の低下、うん、体内の炎症反応を抑え、脂肪の吸収を抑制、うん、含まれている成分によりノロウイルスを消毒してくれる、高めの血圧を下げる、卵巣がんの発生リスクを抑制、うん、肌の老化を促す、透過を抑制。ハーブティー、これね、薬用の植物がハーブって言うんやけど、うん、それを乾燥させてお茶にしたものです、うん、ありがとうございました。ありがとう、まりちゃん。一問三答、何でも Q&A。 イエーイ。はい、じゃあまずみんなの画力を知ってもらいたいんで。なるほど。ちょっとね、最初に、うん、ちょっとまず軽く、はい、ATEGG ということで、うん、ニワトリの絵描いてください。ニワトリスタート。あー、ちょっと待って。30、29、28、はい、いきますよ。せーの、じゃんじゃん。あ、見せ方で作った。うわ、そらうまうま。俺、じゃあじゃあみんなの好きなお寿司のネタなんか聞きたいなと思っちゃったり、はい、うん、じゃあお寿司のネタを、はい、せーの、じゃん。じゃあ僕たち、ESP ってとこに通ってるんで、うん、好きな授業なんて聞いてみましょうかね。オッケー。じゃあ10秒で。
願いします、はい、せーのじゃーん。喉がカラカラで、うん、極限状態まで乾いてるとしますよ、うん、飲み物屋さんに着きました、うん、何を買いますか。せーのじゃーん。自画像30秒。おー、びっくりした。自画像、うん、いくよ、スタート、はい、せーのじゃーん。みんなどうだった。いや、ニワトリ一番おもろかった。こんなんなってたね、ニワトリ。こんなん怒ってる時のニワトリ。俺の卵って。うわー、やったな。やった。これでも最近か。最近これでも最近なんかすごい懐かしく感じるけど。懐かしいね。うん、何やったっけ、そうコーナーっていうか、うん、プレゼン、それそう、プレゼン会、ね、プレゼンやったね。どうやった、プレゼン初回の。緊張したよ、プレゼン会は。やっぱり、やっぱりそう。でも散歩をね、うん、まあちょっとでも伝わったかな、うん、って思ってるけどね、うん、皆さんに伝わってればいいんじゃない。あんま伝わってるでしょ、うん、素敵だったから僕のプレゼン。最近自由で無料でただじゃ無料。おいおいおい、一緒や、一緒が混ざってた。自由、忘れてた。無料、自由無料ないっけ。ほんまに忘れた、うん、リフレッシュや。あ、お前自分も忘れた。あ、違うわ、覚えてた、覚えてたよ。そうかい、そうかい、そうそうかい、そうかい、そうかい。まあね、うん、自分は BTS さんを紹介していただき、うん、させていただきましたけど、ね、うん、ね、やっぱり今もなお推してます、うん、大好きね、今もね。マヒはさっき見ててんや。、うん、見てたらさ、あの BTS さんのドンちゃんが描いた絵の、うん、ちょうど J-HOPE さんと、うん、B さんの間におったから、8人目のメンバーみたいな、うん、なんか加入しちゃった。加入してた、びっくりした。やめてもろて、そんな位置におる、やめてもろて。でね、マヒ紅茶ご紹介してたけど、うん、すごい分かりやすかったよね。あれめっちゃ時間かけて描いた。ねえ、描けた感がすごい、うん。絵も可愛かったよ。うん、おじいちゃん。お、そう、あの、うん、高貴な人。あ、高貴な人。そう、高貴な人。すごい可愛かった。マロみたいな。そう、高貴やから。そっか、マロジニックやん。ほんまや。ほんまや。え？いや、ほんまや。ほんまや。ほんまや。ここに来て。そういうことか。でもやったらその後のあったじゃん。絵描くやつ。うん、ああ、一問三答。そう。何でも Q&A。うん。やったね。やばかったね。なんかすごい高貴だね。俺の卵懐かしい、俺の卵で。マジに言ってたやもんね、あれ。あれだってさ、鶏、うん、って言ってさ、うん、なんやろ、あんな形相した鶏出てくると思ってへんかった。襲われたことあんのかってぐらい。でもいそうやろ、あの鶏。キレてる鶏やった。そう、キレてる鶏。キレてる鶏としてはいそう。もう多分あの、うん、養鶏場とか行って卵盗んだらあんな感じで追われてくる。一回やってみる。気をつけとく。気をつけ。盗もうとすな。間違いない。まあでもね、Q&A でもね、うん、自画像とか描いたりして。描いたね。楽しかったな。楽しかった。またやろうな。どうせ自画像、どうせ自画像描くとき、どんぐり描くやろ。まあ次は最後の、ごめん、最後の10回目の、はい、放送をね、はいはい、見返しますけど、これはね、うん、ゲストの方が。そうそう、こっちがね、ゲストの方。こっちだとね、こっちやった、はいはい、すいません。すいません。すいません。じゃあ最後の10回目のやつを見ましょう。はい、それではどうぞ。どうぞ。皆さんこんにちは。気ままに ATX のお時間です。さまざまなことを皆様にお伝えしていく番組です。今日のゲストは、違う、ゲストあなた。いや、改めまして、ミクちゃん公式ライバーの葵ミクさんに来てもらったんですけど、はい、ミクさんは僕らの先輩です。はい、はい、あのミクちゃというアプリでですね、うん、公認のライバーとして配信をねして、それをお仕事としてやってます。だいたい1日5時間から6時間配信してるから、うん、いやーずっと画面とおしゃべりしてる。なんかしゃべることなくなりそうやけど、うんうん、結構おしゃべり好きだから、うん、でなんかあります、面白いこととか。何が全投げするな、バカ。違う、なんかやってて面白かったこととかあるんかなって、すみません。謝らなくていいよ。いろんなファンの方が、はい、私の知らないことをいっぱい教えてくれるんですよ、はい、あんなあった、あんなあったって、いろいろ。そう、で、みくちゃんのこともルールとかやっぱあるから、配信については、はい、だからそういうこととかも、これはダメなって知ってるみたいな感じでいろいろ教えてくださって、知らなかったこととかをいっぱい知るチャンスがいただけるなっていうのはあります。こっから
思い出話コーナーやった、せっかくなんで。やっぱ一番思い出に残ったのは、はい、ムチ振りました演技かな、うん、イーストエンドだっけ、あったじゃん。それが一番印象に残ってるかな。ミク先輩はなんか台本とか書かれたりはしてなかったんですか、うん、みんなで協力して作ろうってなって、はい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 、それで一回この一部だけ書いてきてって急に丸投げされたことあって、どうしようと思って、でその時ドンちゃんと一緒にやるってなって、私が勝手にさ巻き込んだんだけど一人でつなぎやんのやだっつって巻き込んだんだけど、うん、そうだからドンちゃんの分と台本書かなきゃいけないってなって、で後輩一緒だから後輩に恥かかせられないじゃん、先輩や。だからさ、もう必死に一日携帯と向き合ってさ、どうしようここどうしようと思って、もうできたものを送って、これでいいですかっつって送って確認してもらったもん。もう不安すぎて教室出て、うんうんうん、靴取ってたんですよ、靴箱から、うんうんうん、そしたら後ろに女性の先輩方がなんか圧感じたんですね。で、そらくんって言われて、あ、はい、あ、すいません、怖い怖い、あ、先輩だよみたいな言われて、おーっとこんな感じで来るんすねって言って、 あの子やって感じ。誰も金出せよみたいな恐喝のテンションで関わったわけじゃないから、そこ安心してほしい。あれはすごかったです。最近の一番最近のミクさんに、ね、うん、先輩に来ていただいた回ですけど、はいはい、やっぱり今までと違ってゲストさんを迎えてるけど、うん、なんかいい感じでしたね、うん、それまでが悪かったわけではないけど、うん、そんなわけではないけど、なんやらこうそのやっぱ気心を知れたっていうか、うん、そうそうそうっていうのもあるしね、うん、やっぱ成長もあるし、うん、なんかいい雰囲気ではなかったでしょうか、うん、いい雰囲気だったと思いますよ。どうでした。いや、だからなんですか。いや、いい笑いだと思いますよ。だからでも笑いがとても多くてよかったね、うん、どんちゃんもみんなもね、うんうん、そうね、うん、そうね。なんかでもその、まあ、思い出話とか、うんうん、結構そのなんやろ、先輩から見た自分らの話とかを聞いたじゃん、うん、そうだね、確かに。だからなんかこう新、ま、そのよく知ってる先輩ではあるけど、うん、また新しいことが知れてすごい楽しかった、あの会話、うん、確かに久しぶり、普段聞けないしね、久しぶりで、うん、ごめんね。ええよ。そう、だから久しぶりだったからすごくね、うん、嬉しかったのもあったし、うん、まあ緊張もちょっと見えてたけどね、僕らも、うん、なんか入りがね弱かったな。なんやなんや、ちょもうちょいなんか、おいとか言うこと、なんか緩かったね、俺らもね、うん、真宙もなんかスッて入ってたから、いや、空があそこはバシッと言うから、お兄ちゃんなんか、オーケーオッケーオッケー、任せて、次あるか、違うね、違うね、何あの時さ、うん、ギリギリやったんよ、価格が、はいはいはい、で、噛んだな、今、うん、まあ次やる機会があれば、見事に成功させます。あ、言いましたね、はいはい、頑張ってください。あ、す冷た、はい、冷た、はい、まあ、最後まで見終わりましたけど、見終わったね。最後に感想は CM の後で言いたいと思います、うん、はい、それでは CM どうぞどうぞどうぞ。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で、さまざまなご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ。はい、ということで全て総集編、はい、見終わりましたけども、はい、はい、この1年を振り返ってみて、そらくん、どうでしたか。うん、そうだね、うん、やっぱりその最初の方は手探りで何していいかも分からなかったけど、うん、やっぱそのみんなもそうだし、うん、先生方もそうだし、ゲストの方も来てくれたおかげでどうやっていくのかなとか自分の中で整理もして、うん、なんかちょっとずつではあるけど成長できたかなって思うね、僕は。うん、マヒロはかぶったな。いいね。そうだね、なんかこう、うん、その自分らがそのまあ、コーナーを決めたりとか、本当に自分たちで結構いろいろやることが、うん、そのまあ、前回も言ったかもしれんけど、うん、本当に多くて、なんかこう、うん、話し合わなあかんこととか、うん、その会ごとによって変えなきゃいけないこととか、うん、そこを考えるために話したりとかすることで、うん、またここの中がまた良くなったかなって思って、すごい楽しかったですよね、うん、確かにね。
ちょっと言われちゃったよ、私の感想。自分はね、やっぱりこの番組を通してね、うん、すごい仲が深まったと思いますよ、うん、やっぱりこんな仲良くなるとは思ってなかった。うん、そうやね、うん、遊びには行けてないけど、でも、うん、そうやね、ね、まあいつか卒業後も遊べるぐらい、そうだね、仲良くなったと思うから、うん、また行こうね、行こうね、うん、絶対な、うん、怖いわ、ちょっと最後怖いな。じゃあさ、なんか印象に残った回とかある、はい、今まで1年間で、うん、いっぱいやってきたけど、自分ゲスト回かなって。あ、そう、なんかあの普段、うん、ここ3人でしかやってない中に、その2回やった回両方とも、うん、全員違うゲストの方がこう来てくださったから、うん、その回その回でやっぱり何やろ、変えていくのが、うん、多かったから、なんかその、うん、自分らが頑張ったっていうのもそうやし、見てて面白かったっていうのもそうで印象残ってる。確かにね、自分もあの2回目のね、うん、ゲスト会で MC させていただいたけど、うん、もう MC してなかったら絶対喋ってないから、 MC の何やな、何やな、みんな静か、なんかその MC ってさ、その回さなあかんから、うん、周りにすごい気配りもいるからすごいむずいよねって、うんうん、だからすごいよ。何だ何だまあまあまあ、それはどうだった。僕は最初の、いっちゃん最初の回が良かったかな。おお、うん、やっぱ始まりは、そうそうそう、企画会始まりはやっぱり印象的、初々しさもあったしね。そうね、うん、まあまあまあ、自分らが何も分かってないっていう、 その難しい中でやったっていうのもね、うん、残ってるよね、うん、でもこうやってね、なんか成長した感じするよね。するする、うん、したよ、そこはするよ、したした、うん、ね、成長した姿をね、こうやって皆さんにお見せできて、うるせえな、皆さんにお見せできて本当に良かったです。こうやって見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当に最後の最後でございます。はいはい、最後になりました。うい、皆さん最後の授業も楽しんでいただけましたか。またいつか会う日までお元気でいてください。はい、それでは起立、しゃ、はい、気をつけ、はい、せーの、バイバーイ。ありがとうございました。お答えになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。